はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。これはですね、3月の5日にあげましょうね。今日はもう遅いんで現代ビジネスに3月2日に載りました記事ですね。歴史に執着すれば未来を失う、ユン・ソンニョル大統領が31節演説で発したメッセージを韓国国民はどう受け止めたか。金哲慶、これはですね、向こうの読み方ちょっと分かりませんという方ですね。侵略者から協力パートナーにと、ユン・ソンニョル韓国大統領が就任後初の31節括弧抗日独立運動記念日記念演説で日本を協力パートナーと呼び、日本との関係改善に対する変わらぬ意思を示した。両国間の歴史問題にこだわり、日本に対する強硬なメッセージが目立ったムン・ジェイン前大統領とは180度変わったユン大統領のこの斬新なメッセージに対して、韓国では多様な反応が出ている。そうなんです。多様な反応が出ているんです。割とその3月1日って重要なんですよね。でここでいつもですね、日本がーってやるのが普通だったんですけども、やらなかったですね。もうそんな歴史にこだわったらあかんでというふうに自国民にですね、まあ説得したような感じになりますね。これに対してですね、まあどういう反応かといいますと、まあ左派は一斉に反発ということらしいですね。ユン大統領はまたかつて韓国は日本の植民支配を受けるため、ハメになった原因として未来を準備できなかったことがあるという見解を示した。これなかなかね、向こうの大統領が言う話をしたら画期的ですね。自分らにも原因があったと言ってるのと同じですからね。我々は世界史の変化に十分な準備ができておらず、国権を失い、苦痛を受けた過去を振り返らなければならない。激変する世界史の流れをまともに読むことができず、未来をきちんと準備できない。なければ過去の不幸が繰り返されることは自明だと。このユン大統領の演説に、共に民主党と正義党は即刻非難を浴びせた。まあそうでしょう。予想通りの展開ですね。日本の植民地支配を正当化する論理で大統領の歴史観が疑わしい。普遍的価値を共有する協力パートナー関係は日本の率直な謝罪と責任を負う姿勢が前提になってこそ可能だ。共に民主党。日本軍国主義侵略者の反人類的野心による韓国の国権喪失と民族の苦痛を我が民族の誤った選択のためだと罵倒した。まあでもその通りなんですけどね。日程時代の親日派の主張とあまりにも似ている括弧正義党と。代表的な左派メディアである慶合新聞は日本専門家の声を引用し、ユン大統領の演説文が非常に不適切だと評価した。同紙に意見を提起した専門家たちは、日本が植民地支配の責任を全面否定している状況で、ユン大統領のこのような発言は免罪符とも解釈される。こういうね、すぐに誤ったことをですね、平気で唱えて、それを前提にものを言うんですよね。日本が植民地時代の責任を全面否定している状況でって。してへんやん、今まで、ちょっと。こういうね、なんとかね、こういう理屈が、彼らはですね、こう、臆面もなくやってのけるっていうのはすごいことですね。まあ、その怒り優先ということでしょうかね。まあ、ちょっといろいろ書いてありますけど、飛ばしましょう。ハンギョレもですね、非難したと。同氏は不意の権力と戦って主権を勝ち取った準国烈士たちに恥ずかしい。主権勝ち取ってへんやん別に。強制動員に対する謝罪と賠償を拒否している日本に歴史問題を一つも言及しなかった初の大統領談話と記録されるだろうと。まあそんなことをハンギョレ言うてるわけですね。
あのね、ただ私が読んだ保守系のメディアはですね、まあそんなに非難調ではないんですよね。うん、うん、そのかん、あの何やったかな、その最近の調査ではですね、日本に対するイメージが多少回復してるんですね。で、日本にやってくる人は山のように前にも増してですね、行さんですね、あの日本にやってきてると。だからどういうんでしょうね、そのまあ左派はですね、ギャン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 反日を言うんですけども、あの巷の人々はですね、かなり冷めているという状況ではないかなという気がしますね。このキムさんのですね、韓国超ネット社会の闇、これなんか読んだような気するな、もううまいけど、が書いてありますけども、最後ね、ムン政権の韓国では日韓問題に関して歴史を忘れた民族に未来はないという言葉が流行ったが、歴史を忘れた民族で自分らのことちゃうの？あの忘れた以上に改ざんしてますからね、未来はないらしいですよ。ユン大統領の3・1説演説文は、過去にばかりこだわると未来を失いかねないということを韓国国民に伝えようとしたのだと思う。これまでのどの世代よりも現実的な韓国の若者たちにとって、100年前の歴史に執着する左派メディアの声よりも、未来を語るユン大統領の演説文の方が胸に響いたことだろうと。でもこれはこの方のあれですね。一応こう1ページ目を貼っておきましょうか。ある意味ですね、歴史的な演説かもわかりませんけどね。要はね、まあそういう演説をしたということよりもですね、これに対してあのお隣さんの社会がですね、そのどう反応したかということで、左派系メディアがやにやに言うてもですね、そのそれにですね、市民がですね、こうしなければとてもないわけですね。まあ、あの反日でやにやに言うてるのはもう何十年もずっとやってきてるわけであって、今回これで火がついてですね、ろうそくデモやとかいうことになればですね、ふん、やっぱしな、変わってへんなってなるわけであって、市民が知らんわというですね、黙殺すればですね、あ、少しは変わってるんかなということにもなります。まあどうなんでしょうね。しかしね、今回これで何もなくスススススッとですね、終わってもですね、分かりませんからね、お隣さんの場合は。こう何で火がつくかわからんというのはあの人たちであってですね、そう簡単にですね、反日がですね、静まるなんていうのはありえないことなんですよ。なんで、私は何らですね、この楽観はしてません。むしろですね、今ちょっと寝てるんかなと。で、こういうのってね、どう言いましょうかね、きっかけがあればね、火つくかもわからんのですよ。きっかけが例の徴用工問題、いわゆる大戦中労働者問題、かもしれないし、また慰安婦関係で何か起こるのかもしれないし、またあのレーダー照射事件みたいな、あんなことが起こるのかもしれないし、まあ何かあればすぐ火つきますからね。なんで、まあ全く油断も楽観もできないわけであって、今のところですね、その大きな動きになっていないんで、ふーんっていう見てるしかないですね。いや、これはね、一概に言えません。こういう現象が出てきたとからといってね、もう本当にこれっぽっちも安心もできないし、油断もできないし、ユン・ソンニョルさんはね、やっぱり日本に対してですね、正常な関係に戻りたいという意思はおありのようですけど、あの国はここまでね、ひん曲がってしまってますからね、この意識が、日本に対する意識が。それはそんな簡単には元に戻すことできないし、大統領は一人二人ですね、変わったところでですね、
ベースにあるものは大して変わらへんのちゃうんかなという気はしますけどね。だから何もですね、よかったとか言って、まあ、歓迎はねすべきなんでしょうけども、日本としてはね、こういうユンさんの演説は歓迎すべきなんでしょうけども、そこでぬか喜びするのは禁物ということでございます。でこれ一応ですね1ページ目を貼っておきます。私今どうでしょうね、全体の3割ぐらい読みました。ご興味ある方は行ってみてください。現代ビジネスの記事でございました。歴史に執着すれば未来を失うということでございます。はい、どうもありがとうございました。